木村選手にお肉のプレゼントをしたいと思います。こちら、うわー、すごい、うわ、めちゃくちゃ重い、子供抱っこしてるみたいすごい、戦慄のブラジリアンフットって言われる木村選手のパンチをちょっと受けるんですか。受けてみよう。初めてですね、藤原さんに殴るって本当にいいですか。自分でも怖いです、勝てない自分からは怖いです。ほんと、大丈夫ですか。やばやばちょっとやばいじゃないですか。ちょっと女水会川崎支部高津道場さんやってまいりました。まあ見ての通り、私あの空手でインターハイ出たこともございますけども、まあ何年か前こちらで練習させていただいてた。で、今日こちらの道場をお借りして何をするかと言いますと、格闘家とコラボしたいと思います。おーい、いや、やばいっす。すでにその格闘家さん側のチャンネルでは私もやったんですけど、はいはい、立ってんのがやっとぐらいの披露です。ですので今日どうなるかこちらのチャンネル分かりませんけども、はい、やっていきたいと思います。それではお呼びしましょう。 K-1 スーパーウェルター級チャンピオン木村フィリップ選手です。よーい、来てくれました。いや、もう付き合い長くて、実は2015年ぐらいからですかね、ずっと仲良くさせていただいてまして、はい、まあちょっとこうお願いされてですよ、セコンドやったりしてました。いや、もういつもお世話になってましたもん。何にもできないですよ、もうサポートも何にもできないけども、まあ一緒にいてくれませんかということで。見てください、この道着の着姿。あ、アンディフグでしょ。そっくり、アンディフグを彷彿とさせる、彷彿とさせる。さあ、このタレツですね、今日やっていきたいんですけど、お祝いでお肉を家に買ってあるんです、はい、そのお肉を食べようかなと思ってるんですけど、その前にですね、僕付き合い長いのに木村選手のパンチを実はもらったことがないんですよ。危ないですか。危ないです。危ないですか。もちろん見通しですよ。ああ、はいはい。あのゲームセンターにあるあのパンチングマシーン、何キロ出したんだっけ。308ですね。おい、普通だいたいどのぐらい。普通ね、100ちょい。普通の一般男性、うん、一般男性頑張って3倍。そう、成人男性が3人同時に殴ったよ。いやいやいや、知りますよ。のちょっと戦慄のブラジリアンフックと言われる木村選手のパンチをちょっと。違う、ボディが得意ですか。ボディが得意ですね。左ボディ今日受けるんですか。おう、ちょっと見通しに受けるんですか。今日受けてみよう。初めてですね、藤原さんに殴るの。いや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 、もしかしたらその お肉食べに行くのはなくなるかもしれない。本気でやっていただける。面白いです。マックス面白いです。めちゃくちゃ怖いけど。マジっすか。こんなチャンスないから。逆にプライベートではお願いできないじゃないですか。そうです。いや、やらないです。そうですね。ちょっと今日はそれをまず受けてから、はい、お肉を食べながらトークしたいと思いますので、最後までご覧ください。木村選手のチャンネルも私出てますんで、今から飛んでいただいても結構です。概要欄見てください。ではお願いします。一発撮りする。そのパーセンテージを上げていく。例えば50まずもらいましょうかみたいな。あ、そうですね、やっぱそれいきなりさ100もらって終わり終わりってさ、まずじゃあ50もらおう。半分。俺でも食レポも嘘なしで言ってるから。あ、はい、ぜひ、うん、僕のパンチレポート。そうそう、それも絶対嘘つかないから、はい、じゃあまず 50% 50でいきます。いきます。はい、おおおお、これ、おお今の 50%。 50よ、今の 50 出せなかった、すいません。か、今良かったですね。今どんぐらい出せなかったかもしれない。出してないよ、今。はい、今どんぐらいですか。今多分20ぐらい。 20%。 調整が徐々に行きましょう。ちょっと待って。じゃあ50行きましょう。今の20だ。あったあったおお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 、こうしてて自分の肘が入ったよ、わからない。どうしますよ、これ50でこんなんですよ。今日でも100まで行き、いや、行きたいですよね、行きます。いや、もうじゃあ、もう80とか刻むやめよう。え100行こう、これ逆にそうだね。逆に80でも倒れる可能性があるなと今思ったから。どうせ倒れるなら、80でも倒れて100でも倒れるなら2回やんか。
でも今100やったら1回ですもんから、本当にいいですか、僕自分でも怖いです100出すのは。100で自分でもでも怖いですね。本当大丈夫ですか100。いきますか。はい、はい、いきます。はい、選手俺今後尊敬していくわ。確かに木村フィリップミノルとようやるなと思う。ナシの場合は何パーぐらい。いや無理無理、ナシなんて多分コツンコツンでもやったんですか。ダメだ、ナシやダメ。僕は事務所的に OK ですけど、ね、事務所的に僕的には全然 OK。 そんな知りたいなら受けてきたらいい。いや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 、宗和くん、宗和くん、ちょっと彼は、ね、あのここの同情生で、今日体大で、はい、空手部の選手なんですけど、関東学生空手選手権大会の最年少チャンピオンです。うわすごい。の彼が受けていますか。それを言って空手っていうのは基本まっすぐの突きしかないんですよ。はい、そうですね。えぐられるようなボディは経験したことがないもんね。はい、いくらチャンピオンって言うのか、うん、危ないか。チャンピオン同士よし、これはすごい。100100でお願いします。で、木村選手と彼との組手は、はい、木村選手の方のチャンネルに載ってます。めちゃくちゃ強いんだよ。結果からいくと、まああまりね、はい、木村選手はあまりいい結果じゃなかったけど、あの時の恨みつらみ込みの 100% のありますよ。よくやってくれたな。じゃあ行きます。はい、やばいよね。軽トラかと思った。やばい。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今後ね、はい、僕は木村選手の試合をもちろん応援しますけど、相手のことも考えながら、そうですね、かわいそうだなと思いながら試合を見ることにしたいと思います。相手の応援もぜひしてもらって。皆さんも。ちょっとあの積もる話もございますので、ここから移動して我が家の方でお肉食べながらいろいろと話していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ございます。さあ、ということで家に帰ってまいりまして、うん、木村選手にお肉のプレゼントをしたいと思います。特別に近所の飲食店さんにお願いして、お肉の仕入れ業者から一気に大量に肉を買わせてもらいました。こちらすげえ。すげえ。もう片手で待つと震えてますよ。震えてますけど、ハラミ、ハラミこの状態で来てもらえない。これやばくないですか。やばいですね。一から強すぎる。ハラミをいつも焼肉行った時によく食べるんですけど、まあ、もうそのハラミを大量に今日は食っていただこうと。はい、マジ大好きです。これやばい。自分が持ってると仕留めてきた。はい、やばい。ハッティッシュしてやってみました。これすごいっすね。これを焼いていきたいと思います。うわ楽しみだな。これはですね、こんなのなかなかできないですよ。この状態で売ってないですから。何グラムっていう、多分 1.5 1.5 あるんじゃないですかね。なかなかこれ見ないっすよ。これ見ないですよ。これ見ないですよ。チャンピオンに食べさすお肉はこれぐらい迫力がないと。そうですね。結構いいんじゃないでしょうか。うまそう。おお。
うわやってきましたこれはすごいチャンピオンやばいぞドラゴンじゃないですかこれ来ちゃうじゃあ、うわーうまそうおおすげえ。どう？うまっ！うん、めっちゃうまい。うまい？結構しっかりしてそう、お肉。うん。肉、肉って感じで、なんか柔らかいっていうよりしっかりしてそう。ただただ、すげえ、すごい。K-1 チャンピオンにただただ肉を食わす動画。いいですよ。はい、そのまま。似合うからまた。仕留めたみたいな。そうですね。今日捕まえた美味しいです。木村選手に牛一頭は食わしてると思いますよ。過去焼肉で。そんな言ってるんですね。そんな言ってますね。さっきもあの道場で換算してたら、おそらく僕ちょっとセコンドやらさせてもらってたんですけど、だいたい11試合ぐらいついてるんですよ。僕は。何戦全30何戦。おそらく3分の1ぐらいはセコンドついてる、セコンドついてるんで、でその前後全部焼肉行ってるんで、試合前あと前あと決起会と祝勝会で幸せな気分になりますね。どんどん食べちゃっていい。うん、試合の前後もやっぱ焼肉って決まってるんで、なんか好きです。好きだし、あと計量と前日計量あるんですけど、前日計量終わりも焼肉食べて、そうですね、食べれるから。70キロでチャンピオンに、世界チャンピオンになったんですけど、はい、それ70で前日合わせていくわけですよ、70リミット、はい、いろいろそう水分とって食事して、多分試合してる時は体重全然違うんですよ。うん、75、6キロあります。75、6キロなるほどね。そういう状態で選手って戦ってるから、1日に5、6キロこう戻す。はあ、焼肉はなんかジンクスみたいになっちゃって、ビジュアルショップ行くのは。そうかそうかそうか、そっからもう勝ち出してから毎回同じ店のね、会えますね。はい、読めらんどよ。ん、ちょっとこう、ちょっとここ、この3人がこんにちは、珍しい釣りショットになるんじゃないでしょうか。これをさ、お、なんでしょうか。私はもうね、うん、見たんだけど、ちょっと嫁に見せてあげてみろよ。読めらんどさんに、読めらんどさんに見せてみたいものがあって、まさかもしかして、いやこの前ね、本当っすか、焼肉行った時に持っていく約束してたのに、これすごくないですか、忘れてしまって俺が。おお、あれって言って、なんか身軽じゃない、めっちゃ重い。どう、やっと渡せました。おい、本当に K-1 始まった時から応援してた子が、うわ感動、ね、感動的よね。あの時22ぐらいで試合やってんじゃないかな。そうですね、毎試合毎試合一喜一憂して、ちょっと苦しいね、選手的にはちょっと負けたりもする時当然あるわけだから、そういう時も全部我々見てきたから。いやー、そうなの、よく手当たった。親心泣きそうだよ、泣きそうだよ、お母さんみたいな。よく取ったよ。本当よく取ってくれた。腰巻いちゃったんだ。ちょっと腰巻いちゃいましょう。大丈夫ですね。僕が巻きましょうか。そう、そう、手伝っていただけたらね。なかなか負けない。めちゃくちゃ重たい。女性で、女性で負けるのなかなかないんじゃないでしょうか。似合っちゃうよとか言って。うわ、めちゃくちゃ重い。子供抱っこしてるみたい。すごい。サムネじゃないかな、これが。これダイヤモンド。木村稔を知り合ってからのことを考えると、そもそも。嫌だったんです、僕会いたくなかったの。彼がお笑い好きで、まあ、そのジムにバッドボーイズの佐田とかインパルスの堤下とかが通ってて、そのお笑い好きでライセンさんのことも好きらしいですよって言ってくれてる子がいる、言って動画で見たのかな、
そしたらあの K-1 好きな人は分かると思うんですけど、俺以外全員カスっていう発言をしてる動画があるんですけど、それ見ちゃって、あ、僕はこういう子合わないから言ってたよね、会えない会えないとか言ってたら、あの Facebook でなんかこれ知り合いじゃないですかみたいな感じってあるじゃないですか、それつながりで直で DM 来たんですよ。で、すっごいちゃんとした文章、あれ？いい子なんじゃないってもう完全にあの VTR で騙されてるんですけど、で、それで連絡を取り合って初めて焼肉を食べに行くのが、2015年の、ゲイオフェアテックス戦前で、それをちょっと一緒に応援行かしてもらって、なるほど、まだチビランドいなかった。そうそう、そうですね、次にもうあの左フック一戦でダウン取って勝つわけですよ。私初めて格闘技を見たのが、うん、それね、その試合、そう、ミノル君の試合で、ママ見て、ね、衝撃すぎて、ね、綺麗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 よ綺麗よ。しかも立ち上がって2人でうわーっつって、なんか出たことない、なんかところから汗が出るみたいなで、会場でヤジ飛ばしてるやつとか、はいはいはい、ねえパパ、あいつなんだ、あいつあいつなんでやってんの、あれ なんであれほど言うわけ、みんな一生懸命やってんの、あいつ なんだあいつっつって、やじってる人間をしばきに行こうと思ってだから広谷戦、僕初めてセコンドつかしてもらったんですよ、その2015年の次の試合から、次の試合、その時の映像を K-1 の公式の YouTube とかで見てもらったら、まああると思うんですけど、木村選手がバーンって最後3回目のダウン左フックで取って勝ちが決定した瞬間、リングの向こうの客席に飛び上がってますだからあのチビランドが生まれて、はい、応援に行けなかった時とかは、はいはいはい、そうそう、ここでテレビとかタブレットで見てて、チビランドここにやっとネタチビランドを抱えながらいやいや起きるぜチビランド背負いながらとか見てる歴史がありますね。歴史がありますよね。本当チャンピオンになってくれて、いや、慣れてよかったですよ、本当に。毎回機会やってくれたおかげですね。いや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 、もう多少のね元気の源になってればいいなと思いますけど、本当にすごい非日常を僕らに見せてくれてる人たちですからね。そうですね、ああ、もう到底ひっくり返ってもできないようなことを、命がけで、彼が今 YouTube やってますから、もうこれもうバズりにバズってお金持ちになってほしいわけですよありがとうございます、なりたいです。現役選手は今稼ぐべきですから。確かに、うん、これからは奢ってもらう、そうそう、いつかは奢ってもらわないといけないから我々も次からはもう富豪になって、もうメイウェザーぐらいの金の似合うしね、なんかねチビランドミノル君大好き、照れちゃう、ちょっと女の顔を見せるんですよ、チビランドがミノル君には3歳がチビランドの成長も見てると本当に早いですね。そう、本当生まれた時も会いに来てくれて、そうか、はい、だってさ、初めてさ、ずっとミノル君一人だったのにさ、アイカちゃん来た時にさ、うん、誰隣の女の人はみたいなことをしてたよね、してたよね、確かにチビランド、私以外に女いるんだってでこの先ね、はい、この動画の先また試合がもう決定してるかもしれないけど、はい、いろいろこうファイターっていうのはきっとメンタル的にも、うん、ね、から体力的にもすごい大変な苦労をしてリングに登ってるっていうのを思いながら、こう皆さんも応援していただけたらなって思いますね、うん、ほんとお願いします。何回防衛するかやね。そうですね、でまだ K-1 チャンピオンでゴールだとは思ってないわけでしょ。そうですね、もういろんな目標を持ってるので、ボクシング行ったり総合行ったり、うんうん、もうチャレンジをしていきたいと思ってるので、はい、これからも頑張っていきたいですね。ということで、これからも木村フィリップ稔選手の応援よろしくお願いいたします。本日はコラボありがとうございました。ありがとうございました。美味しかったです。この後も食べます。いただきます。チャンネル登録よろしくね。